この勝利の習慣っていうんですけれども、うん、まあ、勝つための習慣作りですねをどうするかっていうところになりまして、まあ、僕で言いますと昔で言うと小学校ぐらいになってくると足が遅かったんですよ。めちゃくちゃ遅かったんです足が。でも徒競走みたいなのやってもいつも5、6人で走ったらもう本当べったりはならへんけどその1個か前ぐらいなんですね。でそういうので、まあ、ずっと足が遅い遅いと思ってますね。ずっとずっと足が遅いと思ってたんですけども、中学が入って結構過激な体育会系の中学だったんで、毎朝走ってたからめきめき足が速くなったんですよ。でもうどん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 足が速くなってほぼほぼ負けることないぐらい速くなったんですよ。であれと思ってもう小学校の場所遅かったんやなって思ったけど、まあ実は速い素質があったんだけど、そこで気づくんですね。でそこからまあいろいろやっていくんですけれども、まあ中学の時はハンドボールというのをやってました。でこれが地区大会出て3位、大阪大会3位とかなんとか3位って3位ばっかになるんですよ。うわっつって、まあでもちっちゃかった、みんなちっちゃかったし、まあやってしゃあないなと思います。そしたらそれからね、なんだかんだ言って出る大会みんな3位になるんですよ。で、挙句の果てにこの今やってる格闘技の大会に住み込みで出て、住み込みでもうそれ全てを捧げて出た初めての大会が、全国大会が3位なんですよ。いや、こんなに注いで3位なのかっつって、もうしゃあないなって、これ3位っていうのが自分の生まれ持った数字なんかなって思って、ね、あとくじ引いても3位ってばっかりだし、3ばっかりやなって思ってた時に、まあ、ずっとテレビをぼーっと見てたんですよね、それと関係ない。そしたら、まあ、変な人ばっかりを特集してたスポーツ選手みたいなのがあるんですよね。そのスポーツ選手とかが、もう今忘れたんですけど、なんかめっちゃこだわるんですよ。右足から靴は、色は何じゃないとか、パンツは何色じゃないとか、食べ物は何じゃないといかんとか、ずっと 何じゃないといけんってずっと言うんですよ。気持ち悪いなと思いながら見てたんですよね。面倒くさいやつやなと思ってずっと見てたんですけど、実はそこにヒントがあってうんと思ったんですよ。でもその人は結果を出してるんですよね。でそれとは直結してないけれども、この癖っていうのは大事だなと思い出したんですね。でそこからもちょっと考え方変えまして、1というのにこだわろうと思って、で1という数字にこだわろうということで、何かにしても1にしようと。まあ、例えば、まあ、弁当食べたら弁当を一番最初に食べ終わる、駅の階段を一番最初に駆け上がる、駅のホームから最初に出て階段までに行く、何でも自分も細かいことです。はい、なんかスマホの人がいたら、はいってノープランで手を挙げます。一番最初に挙げたっていうだけのために、何もないっすみたいな、何もないっす、いやでも今俺一番やったしみたいな感じの、そういうね、細かいしょうもないことの位置を重ねていくんですよ。そしたら、なんだかんだで選ぶ数字も1になってきて、まあ、外れるの分かってるんですよ、くじ引きでもね、1って外れてるよ、1って1、立ち上がるのも1、声出すのも1、なんとか1、1ってなってくると、これ癖になってくるんですよ、1というのは。癖になってくると、もうおのずと1に引っ張られてくるんですよ。で、そうするともう自分の周りの中でおのずと1になるように体が誘導されているんです。頭もです。1の方に誘導されている。で、なってくると、もうそこのところで、1っていうのは自分の数字になるんですよ。そしたらもう、何も考えずとも、1に引っ張られていきます。で、それが勝利の習慣ってところで、そういう感じで、何かにこだわっていくと、その1っていうものにこだわっていくと、1を自分の数字として、自分の癖になるんですね。1になることが癖になってくる。それから僕3っていう数字からそれをやりだして、だいたいやることが本当にもうその1っていう数字が取れるようになってきて、それこそさっきの全日本で1取ったのもそのこだわりとかですね、まあ、練習量1、練習のまあその会場に入るの1とか、いろんなことの1にこだわる、それが勝利の習慣ですね。